はい、どうも皆さんご視聴ありがとうございます。つくもの坂田と、はい、そう、つかちです。よろしくお願いします。お願いします。今回やってくるのはですね、はい、フランスグッズまとめ。うぇー。とはいえね、まあ、前回やったフランスグッズまとめとかあったけど、聞いたことあります。あれ、ブランドパッチってだけなんよ。うん、気づいた。あれね、よくない。いや、よくない。あれ、まあ、あれはあれで、エントリー動画としては絶対よかったと思うんだけど、うんうん、まあ、どんなブランドがあるかね。そうそうそう、知らない人にね、教えれたっていうのはいいのかなとは思うんだけれども、今回は、フランス靴の靴でおすすめしてるから。ブランドで。はいはいはい。っていうところで、まあ1足ずつぐらいかな、尺的に。なるほどね。紹介できればなと。いや、フランス靴はね、まあブランド数自体は少ないけどね。そうだね。あの王道中の王道みたいなところとか。そうだね。有名ブランドはありますからね。そうだね。まあそこから何を選ぶかっていうので、まあ3人の個性も出るし、はい。いいんじゃないかなと。そうですね。まず私がファーストバッター行かせていただきます。行っちゃいますか。はい、1番。ます。まあ、ド定番ですね。私が紹介するのは、パラブーツのシャンボード。わー、はい。これはね、めちゃくちゃ欲しい。サナタさん、パラブーツ好きだよね。俺、パラブーツ好き。これなんでかっていうと、僕の靴磨きの師匠であるね、師匠さん。師匠って名前言いそうになっちゃった。うん、師匠名前言ったら殺されるよ、俺マジで。危なかったよ。師匠さん、うん、師匠さんが一番いい靴なんだと思いますっていう、なんかランチしながら、うん、なんかそんな話になったの。はい、はい、で、ライフスタイルにもちろんよるんだけど、俺はシャンボード一番いいなと思ってるって言ってて。ああ、うん、師匠さんが。師匠さんが。はいはいはい。でも、うわそうやなと思って、うん、僕もね、結構好みなラインなんですよ、あの辺りの靴っていうのは。うん、好みなジャンルで言ってきたから、すごい印象に残ってて、うん、シャンボードなんかいいなと思ってて、で、やっぱリスレザー使ってるんで、うん、そのエイジングも綺麗にしていくし、なんかね、現場仕事っぽいエイジングすんね、うん、職人っぽいエイジングっていうか、そのなんか綺麗にエイジングしてってるうちの一つの種類の中で現場っぽさみたいなのがあると思ってて、そこなんですよ、シャンボードのエイジングって、うん、なので、そういったところもいいし、あとやっぱ可愛らしい、あのラウンド感っていうかさ、こう丸みを帯びた感じがさ、うん、なんかこう、俺結構可愛らしいの好き、うん、全動画で聞いてるもんね。全動画で俺可愛い靴選んでる。ポリティとか言うもんね。そう、ラブリーとかポリティとかよく言うんだけども。女性的だよね。そうそうそう、そう、女性的な曲線を持ってる革靴が好きなんですよ、僕は。とにかくね、うん、なのでいいからっていうのと、あとはフランス靴って結構なんかこう、イギリス靴とスペイン靴の間に位置するようなイメージあると思うんだけど、うんうん、このシャンボードとか、まあ、パラブーツだけはなんかもうパラブーツじゃんっていう。わかる。このなんかそこの文化的にこう間にあってとか、なんか間のなんとかとかじゃないの、ね、はい、もうパラブーツはもう俺はやりたいようにやりますみたいな感じが好き、うん、うん、そうだから、まあこの後もしかしたら出てくるかもしれないけど、ベルルッティとかって、はい、染めがさ、うん、まあ特徴的、はい、パッケージがね、うん、だけど靴のデザイン自体はフランスっぽいんだよ。だからあれ真っ黒に塗ったらフランス靴っぽいなって感じになると思う、うん、なんだけど、パラブーツはやっぱこのデザインがね、フランス靴っていうか、なんかもう独自だなっていうところで、さらにシャンボードもね、すごくいい靴なんで、うん、ここをおすすめしたいなっていう、うん、これ合わせるんだって何、まあ、これパシャンボード自体だいぶカジュアルじゃないですか。まあそうね、めちゃめちゃカジュアル、まあ、革靴の中ではね、うん、合わせたいのは僕はね、ミリタリー系合わせたいなと思いますね。うわっ、取られた、取られた、取っちゃった、言おうと思ってた。まあ本当にワークパンツみたいな、うん、もうポケットとかいっぱいついてるワークパンツ、うん、に合わせたいなっていうのは思いますね。それはいいね。それかで考えてたの一個言っていい？いいよ。フトスラックス。あ、フトスラックスよ。もうなんか中古の古着屋さんとかで売ってるようなスラックスってさ、昔の昭和とかのスラックス売ってたりして太かったりするじゃん、うん、あれあれね、うん、フトスラックスにシャンボードに上 T シャツ、ああ、スラックスをスラックスとして履かない、はい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 、うん、ありでしょ。あ、ありよ。いいね。これ結構何でも合うもんね。いや、ぶっちゃけ何でも合う。てか正直ハーフパンツとかにも合うし、うん、あのパーカーとかでもシャンボード履いてたらそれだけでいいし、うんうん、何でもいい、うん、何でもいいんだけどっていう中でっていう、うんうん、ちなみに使っちゃうわ。これデニムのオーバーオール。デニムのオーバーオール。デニムのオーバーオール、合いそうじゃん。合うと思うよ。めちゃそう、しっくりくるなってイメージしてて、いや、いけるはず、一回やめとこうか、でも行こうって思ったんだけど、行っちゃった、うん、いや、いいよいいよ、でも絶対合うと思うんだよね、そうしたら。
いや、イシちゃんがシャンボード履いてるどうでしょう。そう。いや、そんな感じ。俺もめっちゃあボブみたいな名前のやつが、そうそうそう、今イメージが、ね、硬いやばくてみたいな。そうだよ、ね、それありだよ、ね、ありと思う。あり、あり、全然あり、ありですね。だってもうこんだけさ、合うのが3つあればさ、もう何でもあるよね、やっぱ。確かに、汎用性高そうだよね。そう、そういうのもね、俺の好みの一つでもあるから、うん、おすすめさせていただきました、うん、じゃあ次、つかちゃんいこうか。はい、続いて僕はですね、ブランドはコルテになります。はい、コルテのベルエアですね。まあ、写真載ってると思うんですけど、めちゃめちゃかっこよく、ね、めっちゃかっこいい。これはねこれって、まあ、カーフレザーを使ってる、まあ、ローファーになるんですけど、スウェードってこと。そう、スウェードだね、うん、普通にもシンプルにデザインに惚れてるっていう。スウェードとカーフのコンビ、コンビ靴、コンビ靴、そうだね。これはね、なんかね、このベルエアってやつがなんかロサンゼルスのホテル、アメリカなんだけど、の名前にちなんで付けられたらしい。あ、そういうホテルがある。そういうホテルがあって、まあ、名前を付けられたっていう、なんかフランスとアメリカの融合みたいな商品なんだって。へー。っていうところもちょっとまあ海外っぽい感じのいろんなの取り入れちゃうっていうところがいいなと思いつつも、うん、さらにこれを履くちょっとファッション僕も考えてます。おー、確かにこれ、これだけでは評価しづらいかもしれない、この靴。むずいむずいむずい、うん、これは僕スーツ行きます。これにスーツ。でも仕事とかじゃない、うん、プライベートでスーツを着てこれを履きたい。カジノとかってこと。そう。どういうスーツ。スーツはこれはね、色とか 色はね、いろいろ迷ったんだけど、まあ紺はありなの、うん、紺はありなんだけど、この色に合わせてもいいと思って。ベージュみたいな、ベージュの色に、うんうん、で全部同じ色で、中、まあちょっとあの青っぽいだったりとか、ワイシャツがね、うん、っていうのでまとめてカジノにゴーです。全然だね。あんま響かなかったかな、俺らは多分、うん、これかっこいいとは思う。いや、まあ別に。俺は結構王道が好きだね。ああ、そうだね。あんまコンビグッズとか好きじゃないですか、うん、そうだね。俺もあんまコンビグッズはいかないかもしれない。ああ、そうなんだ。やっぱそこはちょっと好みが違うんだね。そうだね、うん、そうだね。まあでもこういう挑戦的なさ、ものをどんどんやっていかないと発展しないもんね。確かに、業界が、デザインがね、もう新しいデザインが100年前からみたいなさ、あんま変わってないじゃん。うん、まあ確かにこういうのもまあある気なのか。でも何とも言えないわ正直、ね、ね、コメントしづらい。ちょっとね、あのもし見てる方で これのめちゃめちゃファンいたらね、うん、あれだし、もうあれだし、別にいい靴だとも思う。別にいい靴だとは思うけど、うん、自分が履くとかいろいろ想像すると難しい、うん、ちなみに何をそのコーデとしてはさ、これ、いや、わかんないよ、難しいか、合わせない。俺だったら合わせれない。だからもう買わない。買っちゃったら全裸で行くしかない。もう結構さ、とんがり感が強いというかさ、そうだね、ひし形っぽいシルエットね、うん、ちょっと角張ってる感じだよね。そうだね、鋭利な感じ、うん、それはね、結構カジュアルっていうとまたそれはちょっと違うなっていうのがあるんで、うん、あとやっぱ流行じゃないっていうのもあるしね。とんがり靴は確かにね。これはでも俺だったら、まあ、ベージュで合わせるのは確かにいいと思う、うん、セットアップベージュにして白は入れた方がいいんじゃない。ワイシャツ白、ワイシャツ白か、ネクタイ濃い赤、濃い赤、ね、暗めの赤、うん、エンジっぽい感じかな、うん、いやどうだろうぐらいしか、うん、やっぱ難しいんだね、こういう靴って。むずいな、難しいな。ちなみに値段は19万円です。えぐっ。結構するね。そう、えぐいやん。1400ユーロぐらいですかね。これどうするかな。まあでもまあこれは多分本当おしゃれ上級者の人買うんだろうね。うんうんうん。あ、なんかある？ない。こうだよ。ない。ない。ない。やめとくじゃん。やめとこうか。いや本当にイメージとしては、靴下なし、スーツのパンツ、で白いワイシャツで第3ぐらいまで開けてて胸毛ちょっと生えてる。オーシャンズイレブンの、ね、そういう系だよね。そういう系。俺もそう思ってんだよ、うん、オーシャンズイレブンの人履いてそうだなと思ってたの、うん、でも確かに黒のサングラスかな、ティアドロップ型のね。でこれ日本人じゃダメだよね。そう、日本人じゃダメだ、うん、あー確かにね。あとガタイ相当良くない。いや無理よ、もう相当、しかもマジで2メートル近くあるやつが履いてるの欲しいもん。、うん、ハリウッド系の人か、なんかイメージとしては。あ、だからドラマの前に出てくるような人みたいな、うん、確かに、うん、はい、という感じです。
次じゃあ早さん言うとか。わかりました。僕が選んだのはですね、はい、ジェームウエストン、ウエストン180シグニチャーローファで、まあいいですね、ド定番、まあド定番でね、ちょっと今回選ばせてもらったんですけど、まあこれがまあ一番いいんじゃないかなって思ってます。フランスグッズは、うん、なんやかんや、もうほんとね、ローファーの最高級といいますか、王道の王道、うん、アイコンといっても過言ではない、確かにね、アイコンになってるかなと思います。これね、まああのね、なんだっけ、1946年ぐらいに作られたんですけど、うん、そこからほぼ変わってないのね、うん、でもそれ変わってない理由分かってんのよ、うん、完成したからな。あ、もう究極体できたと。このローファーか、究極体、完全究極体が出来上がったから、ね、確かにね、変えるとこもう思いつかないもんな。で、ようやく、まあ、80年ぐらい経ってようやくそろそろみんな新しいの来るかなぐらいになる、うん、気持ち的に。あ、そういうこと、うん、ってことは80年間は飽きさせてないと思う、全くとりあえずはね、うん、確かに。で、僕はこれ100周年の時に買おうと思ってます。あと20年ぐらい、うん、あと25年かな、うん、買わせていただきます。その頃いくらになって、今ちなみにいくらだ。今ね、11万12万ぐらいですね。ああ、うん、その頃には多分20万まあいってるだろうね、うん、かもね。はいはい、革靴はね、あの、早く買えば早く買うほどいいんですよ世界情勢見てもやっぱ革製品ってやっぱちょっとこう目の敵にされてる部分あるんで、うん、早く買いましょう。絶滅危惧種として革靴が認定されるかもしれないもんね。確かに、牛が、牛が俺らじゃその頃何食べてんだよでもよく言うもんね、タンパク質不足になって虫を食べる文化になるんじゃないかって。えー、そんなこと言われてんの。そう、タンパク質が今もう足りてないんだって。えー、だから牛を育てて食べれるような国はすごく裕福な国で、うん、その何十年後何百年後にはもう蚕とか、芋虫とかを普通に食べる、うんうんうん、もうそれがえとか下手者とかじゃなく、うんうん、主食みたいな感じで出てくる時代になるかもしれないって言われてるぐらい、そうなんだ、今こう危機的状況なので、うん、皮は値上がりすること必死ですね。やばいっすね、はい、これちなみに何に合わせますか。これっすか。これね、悩むね。もう何でも合うじゃん。これはジーパンだね。ローファーってジーパン、ジーパンだろうね。ジーパンね、やっぱジーパン。80年代フランス、うん、ローファーって言ったらもうジーパン、うん、ジーパンで、ジーパンでフィニッシュ。そう、はい、上はもう T シャツだけでうん、 T シャツだけでいい。えぐいローファーはジーパンと T シャツだけで OK なんだよ。そうね、シンプルなほど際立つから、ね、そうそうそう、羽織るぐらい、もうカーディガンぐらいでいい。あ、カーディガン羽織ってればいい、うん、いやー、いいっすね。いや、まあこのね、そのローファー、僕も結構ローファー好きなんですよ。マツカチもローファー好きなんだけど、はい、このね、ジェームのローファーはウィズの種類がね、多分半端ないんだよね。あの、6、7種類ぐらいかな、あるんですよ。で、なんか4メートルピッチみたいな感じで選択ができる。4メートル?4ミリメートル。あ、だよね4ミリメートルと解釈してほしい。あ、エルバフの話かと思った大巨人の話かと思った。4ミリですね。4ミリずつってことですね。ずつ水が用意されてるみたいな感じ、はい、結構さ、そのカポカポになっちゃうローファーとかってさ、ダサいじゃん。ダサいし、履きづらいし、危ねえ、うんうん、っていうところで、やっぱ自分にね、ぴったりのローファーを探す、かついいローファー見つけるってなったら、ジェームめちゃめちゃおすすめなんじゃないかなと思ってます。確かに、ね、うん、ローファーはね、フィッティング命だからね。そうそうそう、調節できるのがないから。そう、紐とかないじゃん。そう、シューレースがないから。だから自分の足に合わなかったら、どれだけいけてて、どれだけ惚れてる靴でも履けないのよ、うん、うん、そうなのよ。シューレースがあれば、うん、極端な話、ちょっとぐらいごまかせるんだよ。そうそうそう、そう、うん、だからローファーはマジで出会いだと思う、うん、本当に相性。そう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 、自分の足を恨むことが何回かあるだろうね、多分ローファー探してたら、うん、いや間違いないよ、うん、しかもその買いたいけど買えないっていう状態が結構続くと思う。そうだね、うん、めちゃめちゃいいの探してたらね、うん、サイズ合わねえとかウィズが合わねえみたいな。そうだね、続くと思うんですけど、そこは諦めずにフィッティング優先で探してもらいたいですね。そうだね、はい、フィッティング悪かったら結局履かなくなっちゃうんですよ。そうそうそう、長く買うつって楽しめるものだから、うん、そこはね、ちょっと許さずと言いますか。そうだね、妥協せずね、妥協せずに長く楽しめるんだから、長く探して、その長く探してる間も楽しむという、うん、それも一つの革靴の楽しみ方なんではないかと。同棲する前のカップルみたいなこと言う、うん、ちょっと何を。お後がよろしいようでということで、今回の動画は以上になるんですけれどもですね、このチャンネル、なんと何登録してる人ほとんど見てない。嘘、みんな未登録で見てる。何それ、どういうこと。え、なんで
なそろそんな嫌いそんな嫌いよくないな登録ぜひやってみてください、はい、いろんなこういう顔付けの動画だったりとか出してますんでね、うん、はい、ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よかったら次の動画でお会いしましょう。バイバイ。